異世界居酒屋沢子さん舗装で繁盛期、星に。主人公は居酒屋の店の娘。その娘がなんやかんやあって居酒屋道具一式を抱えてバス停みたいな場所で途方に暮れていたらなぜか居酒屋荷物一式と一緒に異世界転移してしまう。そこに異世界の魔女であるメインヒロイン一が現れていろいろ異世界のことを教えてもらった後にその魔女のお店の1階で居酒屋を始めるという感じの、異世界居酒屋の部のジェネリック作品。ちなみに異世界居酒屋の部は異世界食堂のジェネリック作品なので、これもうわかんねえな。この漫画はメインキャラが全員メスだというゆるゆり漫画であり、さらにはメインヒロイン一の家が魔法雑貨屋で喫茶店をしていたが、その町の住民は居酒屋が好き、という感じでさらには、その世界はクソまずビールやクソまず料理だったために現代料理無双をするというシナリオ。ちなみに、異世界食堂や異世界居酒屋のような異世界食堂準拠の作品では、現実世界の表の扉だけが異世界と繋がっているという設定なので裏口から出れば現実世界の食料を買い込むことが可能なのだが、この漫画の場合はメインヒロイン1の魔女が、転移魔法の使い手なので現実世界に行って自由に買い出し可能という設定。この手の異世界レストラン系は安定して面白いし、異世界食堂準拠ではなかったゆるゆる要素を入れたよくできた漫画に仕上がっている。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル